お疲れ様です。今日最後じゃあメガナイトプリンスやっていきます。さあ俺の大好きな、まあ、メガナイトオールブレイカーの、最新型って感じですかね。まあオールブレイカーがいなくなっちゃったんですけど、まあ、まあその代わりねメガナイトプリンスで、プレッシャー与えながら、まあ、追加ボンバー追加ユーノとか、まあ、結構陸でゴリゴリいくね。なんかペッカに近いデッキかなと思います。まあ対空はちょっと脆いんですけど、まあ陸で攻めまくればねなんとかなるでしょって感じでやっていきましょうか。まあ今回クロスっぽかったな今の感じね。はい、クロスか。ちょ、メガナイトないのまずいか。はい、いや何も考えてないだろ絶対本当にクロス立てときは強いと思ってんだろ。ちょマジでまずい。いやちょっとうまいその助。まあでも陸は多いのでなんか、えアイゴレだって、ちょレアすぎる。いや言うの走りそうこれ。いやー待って来るよチキッすぐ来るかんな。とりあえずクロス置いとけばね、まあその後テスラとアーチャーで相手しては守れるんで、まあまあでも今回俺柳あるんで相手のアーチャー柳でなんかタイミングよくできれば強そうかな。で、アチャだと基本的にロケではなくファイブだと思うんで、ケツアチャ食いもちょっと強かったりします。まあ、1枚耐えたいかな。1枚はなんか攻めやなめとか打ってもなんか事故ってやばそうなんで、適当に耐えながら。アイゴレマジで珍しすぎん？ねえ、やばい。アイゴレなんだ。ナイトじゃないんだね。暇なんで行っちゃったりしても面白かったりしないですか。そんなか。いやでも事故れそう。ごそ。いやこれね俺進化ボンでクロス結構削れると思うんですよカウンターで。だからケツメガしちゃったっすけど来ねえか。来てほしかったな。ちょっと進化ですら結局最強なんでね。あれアイゴレ誘導もマジでまずいか。このアーチャーが残ってんのも嫌なのでしばきはしたが、いやうめえな。いやあっち食い、うーん難しいね。行ってもそうみたいな怪しいかこれ。これ怪しいね。いやここの追加がきついみたいなのない。いやーそのアーチャーがいやなんか結構チンパンしてるだけでも強いし何も考えてねえだろって言われてんだろうな俺今。しまいからインと追加してるだけじゃんつって。いやでもアチャクイ強いがアイゴレのこの陸受けもねさっきからだいぶ活躍されてんだよな。で俺の一生余ってね居場所失ってるボンバイもいます。いや先に芝居とこう。まあメガボンあれば一旦は耐えることはできる。アイスピマイグロマル、うん、うわまあそうねクロスだもんな。いや俺これ進化サップ回してちょっとプリンスいらねえかもな一旦。いやこの矢だめ全てに刺さるぞね。マジ事故るぞ。でも事故ってるわいや強くない？なんかオールブレイカーさいないからさちょっと攻め物足んないかな感で出てはいるが一生ボンバー暇なんだけどねマジでごめんボンバー。最後の最後にね登場したものの暇ではあったか。いや逆にオールブレイカーいないからこそちょっとね相手視点受けが大変みたいな。いらなかったんだな実はオールブレイカーね。ディガーもないんでね最後の削りがちょっと大変。まああとなんかこういうねブラスターとかにどうなんだろう。カティーノしかいないんでね、コウモリとかいないんでカチカチブラスターが来るとちょっと突破が大変だし相手もなんかものすぎカチカチな顔してんね。
やば。もう脳筋か。よし。でもデカめなカウントあるぞ。残ればだけど。いやー残んねんだな。脳筋すぎん。今の攻め、まだ俺もやるけどね。ケツプリンスから8枚目がないとボンバー添え、やってると同じなんだろ。いやー痛い今の。でもいやー進化貯めたいしな。まあ、相手の呪文はボイドかな。残りヤナメオンちゃんのかな。いや強すぎる。いやこれ耐えたいな一回。圧着多分ボイドだと思いますね。基本的にはね、進化ザップボイドでワンチャンの目まであるかどうかぐらい。いやー逃がしたくない。射抜かれそうで。まあ行ったとてね、結局しばかれちゃうんで行かなかったんですけど、行かなかったら行かなかったらなんかむずいな。いやこれ2倍タイムからか。結局相手も進化ボンバー進化ザップなんだな。意外とこの組み合わせなのか。いやーそれ強いな。むず。言えると思うんだよな。え、溶けすぎじゃね？進化ボンゴ。ああ。やなめまだろ。やばすぎん？やなめ。ボイザップか。これ一発入らん？いや、ボイドなかったワンチャン。ちょ、見てねえわ。あった気がしなくもない。言っても嘘でも、正直。脳筋が大事。自己ラン？カツン来た！いや、カウンター黒い。天才的シンクザップ来た。いや、マジシンクザップ強すぎる。いや、痛い。攻めちゃいたい自分もいる。進化ボンバー熱くねこれ。もう一発。いやでもこの後さ、いや違う、お前消えろ早く。やばい、あ着どっか行ったし、ブラスター強すぎる。えでかい、それ入るわ。無理やり削ってやらめけんない。おい、ナイス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 。怖いね。だからもう火力ぶっぱだな。なんかプリンスでご利用してるだけみたいな。まあそれが強いんだよな結局今ね。ザップね。いやーまあまあ進化ザップ進化ボンを耐える貯めるとこからね。またボンバーなんか近いな。またゴブジャイかジャイの匂いがすんな。あえ流行りですか。まあ正直フェニックス手届かないけど、てかブラスターなのも一緒やん。すごく？いやーこれね、いや守るかだいぶ悩ましいとこですけどね。守っとくか。相手もなんかプリンス系きつそうだしな。きつそう。間違いなくきつそうではある。いやーあれ強っ。まあこの辺には仕方ねえか。一旦食わせて太らせんのも大事と。あんま太んないでほしいけど。強すぎだな。え、なんだその寝てるボンは。いやー1倍のこのダメできるか。あうまい、それユーノのダッシュキャンセルね。うまいな今のね。ほんとらしいっすね。ゴブシャイプリンスね。いやーまあこれは手玉しか、やなめでね。
進化ザップ溜まったか。ちょっとでかいな。で、結局左コースやってもカウンター来るし、なんか嫌なんで、攻めたいのは左ですけど、右に流します。まあ、行くか悩むよな。ケツとかでもいい、正直。卵だけ自陣のお願い。これめっちゃ強くね。何この相手の守る自信。先行は良くないよね。ああ、進化ザップで早めに打って、この場合待って、いやマジアホ強えじゃん。なんかゴブジャイ思ったより解けねえんだけど、なんでと。いやーマジフェニックスさっきからしょっぱいね。ボンバール、なんか難しいな。まあ右のダクプリ許容するか。あれ左形組んでもよさそうだけどな。てかボンバー進化しねえな、この相手進化しないのかもねそんなことあんのかな。進化しなさそうなんだよ。でかい。あ？つって、いやマジで同じようなデッキだわやってることは一緒っす。縦プラスプリンスで形組んで進化ザップとね、ボンバー出すだけの、やってることはみんな一緒だ。なんかちょっとだけ違うだけでね。ホグだ。ケビン。え、アイゴレ？なんかアイゴレ今日、多くね？消せ！いやー、なんなら禁忌したいけど、アイゴレか。ちょっと回転早いの嫌だな。でかー。マジこの近畿道で生きていける。さあ相手はもうホグね。1倍タイムにいかにダメージ受けないかゲーなんでね、ホグは。完封？ゴースト出してもダメなのか。いやー、アイゴレもあるしなー。ふふ。いや、これ顎が強すぎはする。いやよいしょ。え、ミニペガだなんだ。テスラじゃないんだ。いや、この後のね、やべ、ビビったけど神坂今のは。うわー、からのホグや。いや、来ない。まずい。やめて、からのホグや。やばい、なんもない、絶対ホグや。来ないわけない。アイゴルホグ、え、来ないのか。でかい。まあ、これで相手が手札把握ができてないことが判明しましたでかい、マジででかい。今ホグね、2発なんなら3発ぐらい。え、ケツプリンス読みの逃げ、ちょっとうまい。いやー、アイゴルスキアイスピか。まあそのスキアイスピだっけ、陸キャ無限みたいな。このような世界で一番いらね。おぶね。いや、ロキコ強えな、これ。てか、ミニペもアイゴルマンの、ちょっと、どうなんですかって話はあるよ。突破できんくね。走らねえし。いや、アゴミニペ。
まあ多分呪文はクイクだと思うんですよね。カシマホグケア絶対血圧着の方が強いんですけど。いや、相手右も左もどっこいしょか。入れていこう。いや、やばリコ多すぎん。意味わかんねえけど、女でもこのデッキはもう行くしかない。常に走るしかないデッキとある。でかい。え、待って、ボンボ天才かこいつ、なんだ。え、でかいでかいでかい。うん、もう一発。いや、アゴホグ、ロケコがある。ホグミニペもあるな。769でかい。高めでケアして。え、嘘やってそれ。でもホグを抑えればちょ勝てはすんのかこれ。ロケコまずすぎる。今って言うの入ってる。まあそっちじゃないんだけどね。勝てそうじゃん。ホググル抑えて。え、マジやばい。やめて。ホグ来ない。いや入る。おーリーク多すぎだって。どうなってんだよ。アゴミンペか。やばかったな。マジギリギリすぎた。ギリギリすぎたが、両サイ陸ブッパが強いな。痛い。両サイ攻めが大事ですよと。アイスピー、ホグ、またホグや。縦線。縦線ね。いやー、まだちょっとプリンスとか刺されにくいが。おお、同じような。またロケ砲っぽいね。プリンスは刺されにくいが、まあ結局メガナイトプリンスで形組んで逆サイゴーストというのとぐちゃぐちゃにできればいいよねって話ですよね。結局ね。潜ってくんのかな。あ、直接入っちゃったか。え、ウィザードミリアン。これさ、でもマイティ、あー、うまいな、その逆サイは。俺今メガネットつけたらすげえ強かったんだよな、形的に。達成ね。まあ暇なんでザップとか打って微妙か。マイティが間に合わない。アイスピでもう一枚結構やらん。3発いけからのもう一発いけ。いけないか。いや、だからホグライダー入りすぎだな。まあ多分ロケホもいるっすね。メガネトだけだとブタって一発入っちゃうんだね。ケツア着衣、まあまあまあ。え、だからロケホいねえわ。ウィザードだったわ。シンクリスか。ウィザードか。ちょっと珍しいな。まあ。アチャクイ敵陣で消えたいな。頑張れ。延命やば。
いやー、縦線ジコロの、いや、事故ってるよね、これよしよしよし、やっぱり両サイズが強いんだよな。あとはクエイク相手のね、この後ろ圧着位も強いです。で、まあここはあんま行かなくてもいいかも、ほどほどに行って。いやー、その誘導うまいな。俺進化ザップと進化モン貯めるわ。でホグは一発も入れたらダメと。そう、ホグライドを入れないことが重要。そして進化を貯める、バレないように。ファイティ強えな。やべ、いやー、まあここテストラ置かれてんで我慢するか。やべ、入りすぎたな。いやー、さあアホだな。あ、でも進化ですら壊したらでかい。え、プリンスの受けはさっぱりぞ、ぶっ倒せ。ナイス受け、マチケンもいる、ユーノも走れる。いや、これだったらもう消えるな。うわー、消えないためのザップったのに。うわい、プリンス強すぎる。ザップ圏内、ザップザップザップ、やらめは多分落ちない、落ちたわ、危ねいや、後半でエリート追加強すぎるかもな、これ。結構陸がね、豊富な相手にも戦えるな。メガナイトの受け、プリンスの受け、ゴーストの受け、ユーノの受けがいるんでね。まあ、しかもなんかプリンスやユーノ受けたい受けをね、ボンバーやなんだろう、まあ呪文で突破できちゃうんで無理やり。まあ今回エリゴレなんで話になんないけど審判にはね、審判で分からせないといけない。ウィザードもいるっすね。ウィザードちょっとやだな。ウィザードいる？行ってみたらどうなんだいやー、ガンムシか。あー、そっか、あんたエリゴレだったわ。守るっていう言葉知らねえかな。いや、諦め、いや、落ちたか、熱っラッキー、エリゴレ退治成功です。諦めではないと思うんですよね、エリゴレはね、そういうデッキなんで。サファイアキング好きだね。いや、このデッキ俺結構好きだ、好きというかお気に入りデッキなんですけど、まあもともとメガナイトなんかその中でもトップオブトップになれそうなポテンシャルがある。なんか環境変わってもね強そう。まあ今プリンスが強いっていうのはあるんですけど、いや、これ宝石に来たらね、やだな。まあどうせ宝石だと思うんだよな、スケラデッキって。キング移動されたくないアピで、タルババがボンバーっすね。出たー、スケラだけど進化ボンバーなタイプですね。これな、墓石を、あー、いやー、問題はやっぱ2倍タイム3倍タイムなんでね、1枚でちょっと事故らせれたらでかかったけど、いい受けされてるっすね。8枚ボンバー俺許せないな、これ。スキラでキング移動できるんですよね、その噛み合えばね。噛み合わなきゃできないんで、逆に
まずシンクザップ貯めとくか。ケツメガナイト終わるかな。なんでも怖すぎんな。ここならさすがにいいだろ。いやいい流れだなと思ったら、あー近畿したかったのか。なるほどね。いやーこれしょっぱいね。いやーマジできついか後半。鉄壁ではある。でも可能性がないことはない。結局は直延命するしかない。硬えなぁ。マジディガー欲しい。こういう相手には。可能性はあるんだよなぁ。でも。前で攻める気ねえわ。えぐい。チェーンスケラの強み出てる相手。進化もはねまだだな。いやうますぎるそれ。やばっ。今のやばくない？今のやばすぎ。さあみたいなことがあればチェーンスケラにも勝てますと。二度と勝てねえだろうな。やばすぎたな。ちょ最高すぎか。どうやったら通るんだと思いながらまあ両サイ攻めがそのね絶対必要ではあったか。いや、いいなぁ。ね。こう、ゴーストいうのはプリンス、ボンバーメガナイト、アチクイズって、両サイに出しまくって。やばいな、今の。嬉しいな。え？まさかのまさかがあったりするんじゃないでしょうか、これは。そんな多いデッキではないかな、このデッキ。いや、インドラかーい。インドラはやばいって。話全然変わるって。インドラやばいな、あの、対応できん。終わった。それ負ける。やべ。うっ。ギャンク始まりやめて。やべ。俺の声が届いてる。ザップ打たないで。よし。いやー、メガネとこかつか。インドラ。まあ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 。耐えて。したら後半俺の方が強そうだな。進化ザップ進化ボンバーが回ってさえしまえばみたいな気がしてます。まあそれまでがちょっと、えなんかおもろい攻めは来てるなんか今のでだいぶアド回収できたっすね。これ苦しくね相手。
多分やりすぎたんだよな、入って多分どころじゃねえか、絶対やりすぎてんだよな今の。いやー、まあキング起動はされたくないけど、まあてかされなかった、熱進化コウモリ進化ボンとかね。いやスケバレあんま受けたくないんですよね俺。でもなんか受けなきゃいけないザップも延命したいし、延命温存。いやインドラマジでまずいわあいつ。いやザッパ役使わなきゃな、腐っている。まあ、インドラメガナイト絶対来るよ。うわ範囲か、おしゃれだなそれ。いやあっちゃけは雑に咲くとこうなっちゃうんだな。ワンちゃんのえら、え危なっ。いやまあいいところでも呪文ないんで、意外とあったりします。やば、意外とどころじゃなくあったりします。進化ボンバーやばすぎなんか陸全破壊してたぞ。さあというわけで進化ボンザップがちょっと優秀すぎてね、意外と何にでも勝てそうな、はい、紙デッキをちょっと見つけたので皆さんもぜひね使ってみてください。チャンネル登録もねお願いします。では、おっしゃったまたに。